ですね、早速その、新しい音楽の聴き方、あるいは新しい音楽放送のあり方を、今その、地球に向かっても提案しつつあるその Spotify と Pandora なんですけど、ちょっとサービスに触る前に、軽く解説してからですね、サービスを実際見ていただこうと思うんですけど、まずインターネットラジオっていう言葉を聞くと、はい、多分皆さんそれぞれね想像することが若干開きがあるんじゃないかと思うんですけど、はい、日本だったらラジコさんがすごい頑張ってらっしゃって、確か月間アクティブユーザーがもう1000万人ぐらい行ってると思うんですけど、これとは違うんですね。で、あとですね、いろんな音楽が聴けるんだろうなとなんとなく皆さん想像すると思うんですけど、そうすると多分、有線の、多チャンネルの放送を想像すると思うんですけど、あれともまた違いまして、どういう仕組み、仕組みがですね全く違うんですよ。シードソングっていうですね、英語で言うとシードソングで、種になる曲っていう、書くんですけど、まずそのパンドラを開くとですね、検索欄みたいのが出てきまして、ここに今聴きたい気分の曲の名前、あるいはアーティストの名前を入れると、それに合わせて、このアーティストが好きなんだらきっとこういうのが好きだよねっていうのがどんどん曲がつながって流れていくっていう仕組みでして、アマゾンのレコメンドと同じようなものですね。そうですね。でアマゾンのレコメンドっていうのは正直ですね、レコメンドされてるのが同じアーティストの別のアルバムであったりとか、同じジャンルで次に売れてるぐらいのアルバムが並んでるだけで、もしそれで DJ したらすごいつまんない番組だと思うんですけど、そういうそうならないように音楽専用の楽曲専用の、レコメンデーションエンジンっていうのを作っているのがパンドラなんです。で、ミュージシャンが100人ぐらい集まってですね、ずっとその音楽聴いてですね、大体1曲あたり15分から20分ぐらいですね、ガタガタガタってこう入力していくんですけど、これはそのこういうコード進行でテンポはこれくらいで、で、楽器の編成はこういう風になってて、で録音スタジオは多分こういう感じで使っててっていうのをダーッと入力していくんですね。はい、今ここに音楽制作の現場にいらっしゃる方が多いと思うんですけど、サウンドプロデューサーが、こう判断する基準っていうのを2000ぐらいですね、こう抽出して、それに合わせてこう入力していくっていうことをやって作ったのがそのミュージックキャノンプロジェクトっていうですね、音楽の DNA を解析したエンジンっていうのを、ものを作って、これをもとにこうどん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 音楽を紡いでいくっていう仕組みを作りました。そうすると、例えば同じビートルズって入れても、その人に人々によって、かかる曲が変わっていくんですよ。一人一人の趣味に合わせて音楽がかかってくるんで、すごい国民いいですよね、あれ聞いて。そうですね、やっぱり鈴木さんもお使いになって時に感想を聞いたら、やっぱり音楽聴くようにまたなってきたっておっしゃった気がしたんですけど、はいはい、そうです。僕もそうでして、30歳ぐらいになった時にちょっと音楽パネルをですね、ご多分に漏れずちょっと起こし始めてたんですけど、ちょうどその頃パンドラにあったら、どん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 聴いたことない音楽をですね紹介してくれるんで、でまた音楽聴くようになったんですよね。たまに全然知らないのがパッとかかるんだけど、結構それが良かったりとかする。そうね、いわゆるこういいねボタンみたいなのがあるんですよね、はい、で押すとまたそれがそのアーティストかかってきたり、で自分で自分が聴いてるもののプレイリストも作れるんですよね。ちょっとプレイリストっていうのは作れないんですけど、パンドラで例えばその、ね、ビートルズラジオ、ラジオとか、そのゴティエレディオとか、そういうふうにその今まで入力検索欄に入力してみたのがラジオステーションとしてこうやってずっと残っていくんですよ。で自分だけのラジオっていうのが10曲20曲10ステーション20ステーションでできていくんで、それが全部合わさってですね、パンドラという世界の中に、ラジオ局が10億6曲以上できているというですね、16億曲テレビラジオ局のステーションですね。はい、つぼねの曲の、はい、究極のそのマルチチャンネル放送の状態ができてですね、ちょっと今見てみます。
ましょうか。そうね、ちょっと聞いてみたい。はい、これはあれ、これ英語になっちゃってるけど、まあいいや。これ、鈴木さんのラジオですかね。そうです。そしたら、ポール・マッカートニーラジオを始めてみます。これ、右上に、皆さんが見て左上に、検索欄みたいなのがあると思うんですけど、そこにですね、ポール・マッカートニーって入れるとですね、ちょうどこれが立ち上がるんですね。で、まあ、こういうふうに、ポール・マッカートニーってことで、ビートルズでつながったんですけど、ここに出てるんですけど、まあ、今かかってるビートルズだったら、これちょっと当たり前すぎますけど、同じ傾向のアーティストっていうので、まあ、ビートルズ関連が出てて、でですね、これパンドラはまだ日本にないですよね。ないんですね。なぜ日本語で書いてあるんですか。まあ、すみません、これ私が毎日聞いて今原曲に戻しましたんですが、そうかそうか、はい、はい。でこれの面白いのがですね、今これでちょっと次の曲に行きますね。何来たかな。あ、これまだエリック・クラプトンとポール・マッカートニー。これライブ版もねしょっちゅう出てきて、うん、それがまたすごい楽しいですよね。で出てきたものに対してこれが好きかあるいはこれはパスっていう、うん、そうですね、両方の反応もできるわけですよね。そうですね。ちょっとこれパスっていうふうに押すと、こういうようになってすぐに次に行くんですよ。うん。でライブで今度はルース・インダス使いが分かりましたけど、うん、まあつながりはこれよく分かりますよね。もうちょっと次行ってみましょう。なんかビートルズからやったらビートルズじゃなくなりそうな、うん、いや、これだ、これだ。ちょっと待って、なんかビートルズだとビートルズばっかりかかりますね。本当はですね、ある理由で、禁止されてるんですけど、ちょっとごめんにしようかな。何しよう。オプションズっていうのがあるんですね。はい。何しよう。ジンポール。これで、まあ、ジンポールだと、まあ、ヒップホップだと思うんですけど、この次に来るのは、ピットブルが来た。これなんでピットブルが来たかっていうのを、すぐチェックできるんですけど、これパスとかわかりますけど、ちょっとこのパソコンすぐ日本語に押し上がるんで、ね、ここに出てます理由が、クラブのラップ、その四つ打ちとそのエレクトリニカの影響とか、それが前の曲と一緒だったんでこれがかかったっていう感じで出るとか。これだとどうなんですか。はい。であとですね、シャッフルって押すとですね、これあれかな、これでそのこうたくさん鈴木さん音楽のステーション作ってるんですけど、こうやってジャンル別にこう全部まとめて撮っちゃうとかでできるんですよね。今ここあるの鈴木さん多分30ステーションぐらい作ってらっしゃると思うんですけど、そのうちのロックに関係あるのを今パッとチョイスしてかかってるという。でも自分が作ったこれは他人とシェアすることはできないですね。できます。できます。ですね、これやるとですね、このプロフィールにですね、多分僕がいるんですよ。ですね、これこのフォローしてる方がですね、やっぱりそう、こうどういうラジオを聞いてるかっていうのが出てきて、うん、この中にですね、多分僕がいた。で、僕が作ったラジオっていうのがこれを押すとこうやって出てきて、こいつはこういうの聞いてんだなっていうのがですね出てきます。英語になるとよくわかんないな。あ、日本語になると。例えばスティービー・ワンダーのラジオっていうのをやると、僕の趣味に合った感じでスティービー・ワンダーのラジオがかかるって、あれ？こっちか、これでかかるかな、スティービー・ワンダー、こっちだ、こっち、ごめんなさい。まあ、大体ですね、最初はそのスティービー・ワンダーだったらスティービー・ワンダーがかかるんですよ。それで当然です。はい。でもその次で、アルグリーンです。普
つながりましたね。ああ、そっか、スティービーが好きだったらこの辺もいいだろうなってい っていうのでこれがそのジャンルでつないでんじゃなくてこうやって出すと分かるんですけど、ジャズとゴスペルの感じがさっきのようになってあとその軽い感じの軽快な感じのシンコペーションが入ってたとか、それでこう選びましたっていうふうに、あの音楽的な要素で類似性を、見出してこうつないでいくっていうことをやってますね。これ次にやすと何までかな、いきなりバツコミが起こりました。まあこんな感じですね。ちょっと、これもずっと長く聴いてた方が効果を発揮するんですけど、大体の仕組みはこれで、はい、分かりましたけど、はい。